行ってきましたよ。あ、なんか行くって言ってたね、そういえば。銀座の寿司。座銀の寿司？座銀の寿司、僕人生初めて。あのオンリーには言ってないけど、僕もカッコつけて、いやカッコつけてましたよ、それは。あ、オンリーお疲れみたいな。うん、で僕もカッコつけて人生初の座銀のシースに行ってまいりました。銀座のいつものいつものみたいな感じで行ったんだ。回らないやつ。はい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 。いやもう、もうオンリーもね、活動うちに入って1年だし、まあね、ずっと頑張ってね、100万再生も出したから、まあお祝いということで。確かに確かにいいね。でもね、ちょっとマジでね、本当にやばかった。何がやばかった？とんでもない銀座の寿司は。まあこうお店に入るじゃないですか、うん、でもまあそのなんかビルの10階とかにあるんですよね。ビルの中に入ってる寿司屋、まあそれはいいんですけど、エレベーターバッて開くと石畳になってるんですよ。お外風、外風よ、10階なのに。でその石畳をテコ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 って歩いていくと奥にこう、お店の名前も書いてないような扉があって、はい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 、そこをガッと開けるともう大将がいるわけですよ。いらっしゃいませっつって、でまあ、 あの席についてね、お寿司を食べる、そのじゃあ大将お任せでみたいな感じで、まあコースがあるんで、その、うん、大将お任せコースみたいなやつをお願いするんですけど、うん、まず一番最初に出てくるネタなんか知ってます、坊さん？え、銀座の寿司でまず一番最初に出てくるネタ、お任せで、お任せで、お任せで、やっぱそのまあ当てとかが先に出るんですよね。当てって言って、ちょっとお酒のおつまみじゃないけど、そのあ、まず当てですとか言って、でなんか美味しいねとか言って食べて、じゃあ握りいきましょうと。握りで一番最初に出てくるのなんかわかります？一番最初は、はい、あれよ、あの光もんよ、小肌とか、小肌とかね、サバとか。違うんじゃないですか。違うんです。シャリが出てくるんですよ。え？シャリのみ。シャリの。え？でもシャリのみ。ケチった、ケチった。ひよった、ひよった。いやなんか大将が、大将が、うちはまずシャリを楽しんでいただくんでっつって。はあ。一番最初に。え、騙されてないよね。いや僕初めて本当にドッキリかと思って。なんか正直な人にはネタが乗って見えますみたいな。いやいやだから初めちょっと。なんかドッキリされてんのかなと思って、でもオンリーが僕に仕掛けるわけないし、うんうん、そんなカメラとかね設置されてる店じゃないから、まあまあまあ、うん、でそのシャリドゥーズーっつって出してくるわけですよ、大将が。でしえシャリみたいな。でまあでも、ね、他のお客さんもなんか、あ、いいお米、いいシャリ使ってんねとか言って食べてるから、あ、こういうもんかと。そうって言ってる、まあ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 。こういうもんか。最初シャリだけど、ちわ。その、しかもなんかね、そのどこどこ県何々市の誰々さんが作ってるなんとか米ですっていう、その、へえ。もう誰々さん、斉藤さんが作ってるなんとか米ですとか言って、言って。シャリだけ握ってこう出されるわけです。って言われてもね、へえしか出てこないの。でその1貫目食べて、あ、いやまあ美味しいですよね、それは美味しい、それは美味しいですよ、うん、美味しいですわっつった。2品目、シャリなんすよ。シャリ食べたってさっき。いや違う、さっきのはその白いご飯のシャリですと、銀シャリですと。次はその赤酢って言って、そのいいお寿司はあのお米に酢を混ぜて酢飯みたいな、その赤酢の寿司はね、江戸っ子寿司ね、その赤酢じゃないですか、赤酢ね、はい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 、赤酢ですと、はいはいはい、そのでこれもそのさっきのお米じゃなくて赤酢用に一番美味しい、そのどこどこ県、これも県が変わるんですよ、栃木県、お米の県、その産地が、品種も違えば作ってる場所も違うし、斉藤さんじゃなくなるわけよ。違うとこなんだ、うん、違うとこの、そのどこどこさんの山田さんが作った、なんとか米ですと、はいはいはい、赤酢食べるわけですよ。シャリに、シャリシャリときて、シャリシャリでも結構ね、しかも結構こうシャリシャリきついよ、ちゃんと握ってあるから、まあ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 、
3品目ですよね。あ、やっと寿司が食えると。いや、もうさすがに食いてえよ。シャリなわけですよ。は？シャリ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  3連続シャリが。さすがに騙されてる。さすがに騙されてる、それは。ありえん、ありえん。本当に、だからみんな気をつけて、銀座の寿司屋。本当に。聞いたことないよ。寿司。で、これ何なんですかと。さっきも銀シャリも食べたし、赤酢の寿司も食った。にもシャリはいただいてますよ。次は何？次は。次はその銀シャリと赤酢の、うん、その要はブレンドロゼでございますっていうわけです。まあ、そうは、はい、ま。ロゼって大体ね、赤ワインと白ワイン混ぜたあのワインでいう言葉でしょ。まあまあまあ、ロゼって言ってきたの。ロゼです。大将。いやいや、まあまあ混ぜたっていやいいじゃん。しかもロゼ用の米がまた違うんですよ。え、これ山梨県産のどこどこさんの誰々さんが作ったお米にをロゼにさせていただいてます。うんうんうん、そのシャリをね3つ食べてね、まあまあ美味しい、美味しいですよ、それはそれは美味しいですよ、米もそれぞれ硬さも違う。ロゼいらんよな。で、はい、じゃこれでそのこのシャリ3つをね駆使して、うん、一番そのネタに合うねそのシャリを合わせて、はい、やっと終わった、やっと提供しますと、はい、いやもう始まるまで長い話聞いてるみたいな、もうこれはもうシャリシャリシャリ、いやいやだからそれ、いやエンタメなんですよ、それがエンタメですよ、まあまあまあ、そんなことないから、だって実際そのシャリ3つ食べてやっぱ違う、うん、全然、いや全然違いますよ、それはそのそ味も違えば硬さも違うし大きさも違いますよ、シャリの、まあ、違うけど、まあ、正直乗ってほしいなと思いますよ。ネタがね、安いネタでもいいから乗っててほしいなっていう、僕はもう癒しいんでね、俺も思う、はい、庶民なんで、ちょっとやっぱなんかイカでもね乗せてくれればすごいもっと美味しく食べれるかもなとは思いましたよ、ちょっと癒しい考えとしてはね、でもやっぱシャリなんで銀座の指数は、はいはい、シャリシャリシャリときて、でもそっからはもうめちゃくちゃ美味しかったですよ。ああよかった。いやそっからもうめちゃくちゃ美味しかった。もう本当人生食べたことないような美味しい一品一品、ちゃんとなんかエンタメ性があってね。あ、そうなんだ。エンタメ性ありましたね。なんかそのこのなんかエビはこうやって味付けしてみたいな。ああ、はいはい、よかったよかった。エビこんなうまいエビあんのみたいな。いや本当に本当にこんなうまいエビあり得るんっていうぐらいエビが美味しい、僕はエビが一番美味しかったです。いいなあ、うん、それは美味しい。といういろいろオンリーも喜んでましたよやっぱ。喜んでたお姉ちゃん。オンリーね、喜んでるけどね。最初のシャリ関連でお腹いっぱいになりそうだよな。いやオンリー結構ちゃんと食べるから。いやでもオンリーはやっぱまああんな感じだからいつも。うん。うん、まあ、ああ美味しいですね。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 これ美味しいですね。ちょっとバカにしてますもんか。これイカですか。イカですか、イカですかとか言わないし、イカですかとか言わないし、いや美味しい、美味しいですねって感じですよね。うんうんうん。まあでもそのオンリーらしいリアクションというか、うんうんうん。ああ、そうね、そんなすげえうわうめえとは言わない。そうね。うん。まあまあ、いいぞーとは言わない。まあいろいろ、ね、いやーそんなんなんだ、いやーでもやっぱね、ちょっと言えれば、うん、ちょっとお値段、あ、お値段、いやお値段ちょっと高すぎるよ、でもあんまりなんかすぐ聞きたいな、いやーでもあんまり言いたくないですよね、高いから、いや本当に高いですよ、僕普段こんなとこ行ってないですからね、初めてですからね。初めてだからあんまり、いや一応言いますけど、聞きたいな、多分ね、寿司屋の中でも本当に最高峰。で、2人で5万円でした。うわめちゃめちゃ高級。うん。1人5万はないし、1人5万の店とかないでしょ。うん。いや、高い。来たねー。これ。5万は高いでしょ。お祝いだったら高いけど、まあ。いや、とはいえ高いですよ。ああ、するなーと思いましたけどね。うん。あ、はい、ちょっと途中シャリ3、3つで帰ったらいくらだった、うん、いやだからシャリだけでいくらなのか知りたいですよね、だから、ね、大将すみませんシャリおかわりしていいですかとか言って、シャリのお金いくらなのかね知りたいですけどね。あ、うん、いやでも
あれね。いやもう寿司のトップだよ、寿司のトップ。まあでもザギンデシースなんかもう青天井でしょうからね、おそらくですけど。まあね。うんうんうん。うん、静岡に一人5万円超えるお寿司あります。まあまあ探したらあるよ。無限に青天井であるんでしょうね。無限にあるだろうね。うんうん、無限にあると思う。まあでもちょっとね。何食うかにもよるけどね。うん。いやでもすごい大変面白い体験をさせていただきましたね。すげえな。うん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 。何で5万ね。いやだからいい。ほらオラフ君、オラフ君。え？